世界は戦いを欲している。かかれ。傷つけ、血を流し、感情をぶつける時代こそ、諸君らが諸君らであることを証明できる唯一の時間である。しかし皆も知っているように、現在の世界はつながりや絆といった愚かな考えをもとに成り立っている。それらは各々がこれまで築いてきた奇跡により構成されているとも言えるだろう。つまり世界は奇跡の上に成り立っているとも言える。では仮にそれらがなくなったら世界はどうなる？そう、諸君らが想像する通りだ。この俺がこの世界を作り変えてやろう。かつて雨隠れを導き夢半ばに散ったペイン、彼の意志を継ぎ力による支配を実現してやろう。力による世界こそ本来の世界の姿。俺は神となり力の支配する永劫を作ってやろう。そのためにも諸君らの協力が必要だ。五大国の権力を潰し、五影とそれに寄りすがる者どもを消滅させるのだ。おのおのの活躍を期待している。さあゲームを始めようか。たら加減はできんぞ。やはりそう来るか。
あくまで邪魔する気か。ああ、それが俺の役目なんだな。なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったんだ。この葉隠れ到着。これにて任務完了だ。これ
思ったより早く片付いたね。まあ、猫探しくらい楽勝だってばさ。でもあんた、引っかかれそうになってたよね。そうだっけ？んなことは忘れたな。都合のいい記憶だこと。このハマル先生、今日はもう終わっていいんだろう？そうだな、追加任務も入ってないことだし。そんじゃこれにて解散だってばさ。お疲れさんでした。あ、ちょっと待ちなさいよ。それじゃ、このハマル先生。ああ。どうしたのよ。何が？えらく急いで帰ろうとしてたからさ、何かあるの？新しいゲームが届いてるはずなんだよ、うちに。ゲーム？なんだ。それって、もしかして忍者ヒーローズ？知ってたか、美月。今、忍界中で大ブームのバーチャルゲームだよね。ああ、あちこち入荷情報を集めてやっと手に入れたんだってばさ。あんたってほんとゲーム好きだね。いやいや、今回はひまわりの頼みでもあるんだよ。どういうこと？あれだよ、あれ。忍者ヒーローズ新キャンペーン開催。七代目火影様が若き日に身につけていたスーパーレアな首飾りレプリカがリアルに当たる大チャンス。今すぐ忍者ヒーローズの世界へ旅立とう。お兄ちゃん、パパの首飾りだって。首飾り？母ちゃん、父ちゃんってそんなのしてたっけ？今はしてないけど、五代目火影様からもらったものを首に下げてた時期があったはずよ。ふーん、そん時のレプリカってわけか。つーか、今時のゲーム会社はそんなことまで調べてんのか。いいなー。なんだ？あれが欲しいなら兄ちゃんが手に入れてやるよ。ほんと？おう、任せとけ。ってわけで母ちゃん、暇のために新しいゲーム買ってもいいかな？それってあなたがやりたいだけじゃないの？違うって、暇のためだよ。ってことがあってさ。ふーん、一応暇ちゃん高校ってわけだ。まあな、だから仕方なくゲームをやんなきゃいけねえんだよ。なーにが仕方なくよ、ニコニコしちゃって。じゃあ俺急ぐわ。またな、サララ、ミツキ。たったいま。おかえりなさい。おかえりなさい。これが忍者ヒーローズか。よし。まずはネットワークに接続されてることを確認と。うん、問題なし。お次は？なるほど、ゲーム中の名前を決めなきゃいけないのか。これはまあ自分の名前でいいよな。その次は見た目の選択ね。サスケさんの姿もいいけど、このゲームは昔の父ちゃんの格好でやってみっか。あとは適当にポチポチっと決めて。よし、これで準備 OK。そんじゃ思う存分楽しむってばさ。ゲームスタート。お？おお、すげえ！
忍者ヒーローズのバーチャル世界か。あ、おお、ちゃんと父ちゃんの姿になってる。変な感じだけど面白い。なんかテンション上がるな。さて、まずどこに行って何をしたらいいんだ。バトルはどこでできるんだろう。ナナシ、新しいイベントは始まってないのか。現在新しいイベントは行われていません。やってねえのかよ。だったらフリーの任務をやりに行こうぜ。あれってこのゲームのナビキャラってやつかな。よっ。こんにちは、私はナナシ。イベントのナビゲーションを行っています。現在新しいイベントは行われていません。ああ、それはいいからさ、初心者は何をすればいいか教えてくんね。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。説明書読むのめんどくせえからここで教えてくれよ。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。いや、だからちょろっと教えてくれるだけでいいんだって。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。んだよケチ、なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ、その13ページの内容もさ。しつこい。え？私はイベントのナビをしてるだけなの、わかる？初心者の相手は私の管轄外。お前なんか態度が。あんたがしつこいからよ。つうかあんただけじゃないわよ。今の忍界ってゆとりだらけ。人に聞く前にまず自分で調べるってことしないわけ。いや、それを初心者にやれってのかよ。初心者だろうがなんだろうが関係ないし、ただ楽がしたいだけじゃない。ぐっ。まあ別に、あんたがどうしてもと言うなら私の貴重な時間を削って懇切丁寧に教えてやってもいいけど。わったよ、自分で調べるってばさ。けどせめてどこ行けばバトルができるか教えてくれよ。それくらいいいだろ。あんたって。はぁ、仕方ないわね。あんたしつこいし、特別サービスで案内してあげるわ。とんでもねえナビがいたもんだぜ。遅い。お前がさっさと行くから。ここでいろんな任務を受けることができるから適当に挑戦しなさい。ってわけで、あとはご勝手に。ちょっと待った。何？さっきも言ったけど俺は初心者なんだよ。だからこう初心者用のバトルとかないわけ？そういうのはないわね。お前ナビってことはこのゲームのシステムに深く関わってるんだろ。だったらなんか都合のいいバトルを用意できたりしねえかな。今までいろんなプレイヤーを相手したけど、こんなずうずうしいこと言うのあんたが初めてね。初めが肝心なんだってばさ。俺はこのゲームをちゃんと楽しみてえんだよ。はあ、面倒なやつに絡まれたもんね。わかったわよ、ここで断ってもまたしつこそうだし、あんたに合うバトルを用意してあげるわよ、特別に。よっしゃ、行ってみるもんだってばさ。で、どうすんの？早速始めんの？もちろん、よろしく頼むぜ。はいはい。
戦闘開始。うおすげえ臨場感。ここだ、逃げるな。逃がさん、離れるか。逃がさん。術の名はキリン。雷鳴とともに散れ。ここだ。なるほど、バトルについての大体のことは分かったぜ。これで本当に案内は終わり。いいわね。おう、あとは自分で調べてみるってばさ。ようやく解放されたわ。お前って面白いやつだな。は？なんだかんだで案内してくれたし、バトルも用意してくれたじゃん。アンガトな。変なやつ。うん、思った以上にすげえゲームだったぜ。今度鹿大たちにも教えてやるか。お兄ちゃん、そろそろご飯よ。降りてきなさい。はい、すぐ行く。ねえ、使いすぎたかな。父ちゃんは？今日はスケジュールがいっぱいなんですって。またかよ。あれから5ヶ月、手癖の足取りはまだつかめてねえか。ああ、今も調査を進めてるんだがな。私の研究所から盗みを働く者が出たこと、重ね重ね申し訳ございません。あんただけのせいじゃねえ。俺らの監視も甘かったんだ。しかし、あれだけの盗みをしといて未だに尻尾をつかませねえとはな。ある意味すげえってばよ。逃亡用の科学人具を作っていたのでしょう。非常に腕の良いスタッフでしたから。惜しむべきはその腕の振るい方が間違っていると最後まで気づかせてやれなかったことです。悪事のためでなく平和のために彼の能力を用いることができていたなら。でだ、その手癖が里を抜ける際に盗み出したのは科学人具と設計データだってのは覚えてるよな。だが昨日になって新たにもう一つ盗み出されたものがあると分かった。どういうことだってばよ。書物保管庫から一巻、戦国封印紙っつ巻物が盗まれていたんだ。封印紙というと？端的に言うと戦国期に封印された人物についてまとめられたものだ。中には
対象が封じられた要因や封印場所が記されている。それはまずいな。追跡調査は継続だ。科学人具が盗まれたのは痛えが、それよりも盗まれた巻物がやべえ。幸いにも巻物の写しはこちら側に残っている。それを使って全ての封印現場を調査しておく。片付けは引き続き、手癖の足取りがつかめる証拠がないか調査班と共に研究所内を調べてくれ。はい。お、鹿ライトイノジンじゃん。よっ。おう、何やってんだよこんなとこで。待ち合わせをどこにするか相談してたんだよ。待ち合わせ？ボルト知らない？忍者ヒーローズってゲーム、あれの中で一緒に遊ぼうって話してさ。え、お前たちも忍者ヒーローズ持ってんの？俺は昨日ようやく手に入れたんだぜなら僕らの方が少し先輩だね。マジかよ、先越されてたのか。お前も持ってんならこれから一緒にやんねえか。だな、どうせお前たちに連絡取ろうと思ってたんだ。そんじゃ任務案内所前で落ち合うか了解、よろしく頼むぜ先輩。また後でな後輩。よし、俺のスーパープレイを鹿大たちに見せてやるってばさ。ゲーム開始っと。そういや、鹿大たちがどんな格好なのか知らねえな。仕方ねえ。おい鹿大、いるか。お前、大きな声で俺のリアルネームを晒すなよ。まあまあ、お互いにどんな姿になってるか連絡してなかったのが悪いんだしさ。ってことはこれが鹿大とイノジンか。そうだよ。ほう、鹿大はガーラのおっちゃんの格好なんだな。まあな、親戚だし結構いいだろ。で、お前のその姿は何なんだよイノジン。え、なんかかっこよくない？そうか、芸術的センスが分かってないなボルトは。なあ、格好のことは置いといてよ、早速始めようぜ。任務は僕らの方で受けといたから、ボルトがいいんならすぐに始められるよ。サンキュー。そんじゃやってみますか。オッケー。よっしゃー、これに続けてもさ。ボルト、ま、いいんじゃねえの、好き勝手やって。これはゲームなんだけど。お前ごとき俺の相手ではない。意外と様になってるじゃねえか。まあな、これってば現実でもゲームでも才能ありまくりってことだろ。僕らの才能があることを知らないで調子に乗っちゃってるよ。初心者あるあるだな。そろそろ勝てそうじゃね。ああ、あとは最後の締め方だ。ド派手な術で決めたいところだね。やってみるって。
やっぱシカダイたちと遊ぶと面白いってばさ。ボロ、いつでも行きます。俺は誰よりも強い。お前ごとき俺の相手ではない。勝負あり。こうしてゲームの世界で絡むのもいいな。ああ、なんつうか非日常感あって面白いよな。そういえばボルトはなんでこのゲームを始めたの？やっぱり流行りだしたから？ほら、今父ちゃんの首飾りが手に入るキャンペーンやってんだろ。あれをヒマのやつが欲しがってさ。ああ、CM でやってるあれか。でもそれについては未だに情報出てないんだよね。後日発表するとかで。マジかよ。それ目的でゲームを始めた俺はどうすりゃいいんだってばさ。にしても人増えたよな。うん、僕らが始めた頃に比べたら倍かそれ以上だよね。のナナシ。またあんた。首飾りのキャンペーンについて情報が出てないらしいじゃん。俺はあの首飾りが欲しいんだけど、どうしたらいいんだよ。知らないわよ。私はイベントのナビをやってるだけで、キャンペーンの案内をしてるわけじゃないし。それじゃあ情報が更新されるまで待っとくしかねえのかよ。まあそういうことね。それじゃ話は終わりってことで。ちょっと待った。何よ、キャンペーンのことならしつこく聞かれてもわからないわよ。いや、それはそれとしてさ、さっきの俺の活躍見てくれたか？はい。攻撃の畳みかけすごかっただろ。回避行動もバッチリできてたと思うんだよな。いや、見てないし。っていうか見てるわけないし。なんだよ、せっかく大活躍したってのに。あいつなんでナビキャラクターと親しげなんだよ。それ以前に僕らが話しかけた時の反応と違くない？あれコンピューターで制御してるんでしょ？相手に応じて態度を変えてるってのか。すげえ技術を取り入れてんだな。あ、もしくは裏で誰かが操ってたりして。まあ確かにありえるかもな。わりわり、ちょっと知り合い見つけてよ。知り合いね。俺たちはそろそろ戻るぜ。もうかよ。現実の方で夜間任務があるんだよ。これからそれの準備だ。めんどくせえけど。そうなのか、それなら仕方ねえか。頑張ってこいよ。じゃあね。またな。やっぱ知ってるやつと一緒にゲームやんのは楽しいな。今度は美月たちも。ゲームやりすぎたかな。母ちゃん、ご飯。